マンさん上ひえひえいどうもこんにちは冷蔵庫マンですこのチャンネルは公開前の映画を視者で見て紹介したり映画館でやってる映画を見に行って、えー、賛否どっちだみたいなね感想会をやってるんですけど今回は映画館見に行って賛否どっちかとかこれこうだった ような周りはこう思ってるんだけどあれ違うような気がしてんだなみたいなそんなことがね今話題になってる映画アメリカのアカデミー賞でもえ脚本賞を取りましたこちら落下の解剖学ですねいやーまあねまずまず僕が見てどう思ったか 賛否ピ,でしたピだったんですよ。ところがこっからちょっとね違うんですけどちょっとねなんかあのー、映画館で見てその後とに、まあ、月1回東京ミルク放送局さんの YouTube でコラボして収録をしたんですね。で落下の解剖学の収録を見た後に「火の気持ち」で。 え収録に向かったらそのストーキューミルク放送局さんのちゃんまつスカイウォーカーさんちゃんまつさんは大絶賛だったんですよ。今年ナンンバーワンだとでも僕は火だと。でそれでいろいろ話していたらどん,どん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 面白くなっちゃってえ「えこ,これあのシーンどうだったんだろうねこのシーンこうだったよねあこれでああなったんだよっていろいろ話してたら。 3に変わりましたもうね映画自体がもう3に変わったっていうかもうねこういう風に話もうためちゃめちゃ楽しかったわけでその東京ミルク放送局ささんとの感想会はもうアップされています、えー、URL、えー、概要欄に貼っておきますんでそちらも見てください。だん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 ,だんね火がね3に変わっていく僕の気持ちが変わっていく様子がわ、えー、かるんですけどまずなぜ火だったかと。 まあ、東京ミルク放送局さんとの、あのー、内容にもちょっと、まあ、ダブルのがあるんですがどうしても、ね、自分の、ね、チャンネルでも上げときたいなと思ってなぜ日だったかというとまず、えー、最後にもう最後ね息子の証言があるじゃない裁判所で。息子の証言があまりにもすんなり自分に入ってきちゃったわけよ。 うん、あのお父さんと車の中での再現再現シーンみたいな感じであれはまあ証言に基づいて作っていますのでもう事実がどうか分かんないんだけどそれがあまりにもスーッと入ってきちゃったんであこれ嘘だなとあとそれ一番そこまで行くのにいろいろこううわー ともういろんな大人の感情がぐわーっとうごめいたりその,その駆け引きとかそういう駆け引きとかそういう行動がいろいろあったんだけどその少年になったらスッとなんかスッとだから逆に茶番に見えちゃったのねだそこで見ているトーンがグググググーって下がっちゃったのよ。 まずオープニングがあって事件が起きて最初は見てる側もね俺もね奥さん側だったわけ奥さん側でね法廷劇が繰り広げられるんだけども相手の検事がもうほんと嫌で嫌でしょうがなかったわけなあの人ねめちゃめちゃうまいわもうできればアカデミー賞の助演男優賞がノミネートされてほしかったんだけどもうめちゃめちゃ嫌なのよ嫌だった たんだけどもドキ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 しながらうわこれだこれだって自分でそういう検事がついてくるんだけど嫌だと思いながらいろいろこう考えたりしてそしてその旦那さんと奥さんが喧嘩してるそのテープテープがケンしてる模様が録音されててそれをあの裁判所で流された時にまあその時にそのテープを元にこうねそのシーンを。 もうあのー、映像で見せてくれるんだけどそれを見た時に逆転された夫側行ったわけよ夫の気持ちになったわけでその夫の気持ちになってみてうわここで逆転させるなんてこの映画すごいなと思った傍ら傍らねあれこれこの夫婦喧嘩のシーン、うん めちゃめちゃリアルだけどなんかちょっとおかしいなと思って初めて来ちゃったわけで見てる時になぜかというと夫婦で喧嘩する時ってね別のもの感性で戦ってるような気がするわけねだからかなわなかったりするわけよ。それで見ててああすごいリアルだなと思ってたんだけどよく見てたら。 奥さんの喋る言葉とか旦那さんがで奥さんの言葉を受けている時の表情とかそういう行動で奥さんの行動旦那さんの行動がこれ逆だよなと思ったわけ。絶対奥さんのこの喧嘩してる時の奥さんはその男性の感性感覚行動のええー。 感じなのよで旦那さんの方は女性女性の感覚というか女性がこういつもこう受けているもののように感じたわけねあこれ絶対最初逆で書いてたなともしかしたら全部逆で書いてたんじゃないかなとでもその喧嘩のシーンをその逆でもしかしたらそのー。 映画では奥さんだったのを旦那さんにしてで旦那さんだったのを奥さんに逆にしてみたら実はなんだろうなぁ今までドラマとか映画で見たことあるちょっと夫婦関係で事件が起こる前のそういうきっかけとかのストーリーにいくつかあった結構その新鮮じゃない目新しくない、えー、ものだったわけね。あ これあれよなとか「お前こういうあれあったよな」とかって「うんうん」って思ったんだけどその奥さんと旦那さん逆にしてる今回の映画で逆にしたら全てが新鮮になるんだよね全てがもうびっくりしたそれはあこれはすごいな でこれが最初から分かっててそうしたのかたまたまこうなんかちょっと凡庸だからちょっと逆にしてみようかなと思って全部作った時にいまいちこう新鮮さないなと思って逆にしてみて初めてその新鮮な衝撃が制作者の人が見つけて全部こう組み直したみたいな。うーんだからその新鮮な衝撃が世界的にも。 こうどどんんん広ままってるんじゃなないいかなと思いました、うん、あれ,おとあれ奥さんと旦那さん逆だったらこんなに話題にならなかったんじゃないかなと思って、うんうん、それは思ったな。でそのさっきの少年のその最後ちょっと塔が下がったってのとその逆にしたんだなっていうのがちょっと自分のもう完全なね あの想想像妄想なんですけど分かったんでは僕は非にしたんですけど喋ってるうちにもしかしたらそのもしも逆にして新鮮にしてもここまでは仕組めないんじゃないかなとここまでこ,のこういう作品にすることは絶対できないんじゃないかなと。 だから監督の前の作品もその主演の女性が奥さんがたの女性が出ていてそれが前哨戦みたいなか前哨というかまあ一つ前にあって次にこれがあるというんでこの作品としてもレベルがグググって上がったのはあるんですけどでそういうのを話してるうちに「あこの作品はすごいんだなと」と東京メルス放送局さんの、えー、YouTube、えー ちゃんまつさんと僕で話してる感想会30分あるんですがそれ URL に貼っておきます結構面白いんでぜひ見てくださいそして次なんですねまずちゃんまつさんに言われてハッと思ったのがオープニング事件が起こる前に奥さんが車でどっか出かけるわけそこのシーンがその後全く出てこないのね でいろいろ感想とかそういうふうに言ってることあんまり考察動画まあほぼ見てないっていうか全く見てないんですけどその車で出かけたのを取り上げてる人は何人いるのかなと思ってでその車で出かけたのを全くその後言わないってことはその奥さんにいろいろ考える奥さんに向かってもいろいろ考えるんでもう種まきもう作った人のうまいわこれ。 本当にその時点で隠し事があるその時点で嘘ついてるってのもあるもんねあと僕がビビビって感じたのはラストシーンですよ。もう疲れ果ててその奥さんが帰ってきて全てが終わって判決も出て帰ってきてソファーにこう寝転がるソファーだったよなペットじゃないよなそしたらペットのワンちゃんが近くに寄ってきてそのソファーに上がって。 で体を全部つけるようにカーッてカーって,くわーってちょっと待って映画の中で今までその犬となんかしあのその奥さんがしてるシーン全くなかったよ、まあ、もしかしたら忘れてるかもしれないなかったわけすそのすっごい仲いいっていうのないわけじゃないそこなんだよな そこでぐわーっと考えてその後と YouTube でそのコラボしたらだんだんこの作品すげえじゃねえかやっぱり「火じゃなくて「さん」ってなったんだけど本当は何だったかっていうのははっきりしてないかモヤモヤしてるっていう人もあるいるんですけど僕は別にどうでもいいんですよ。どうでもいいというかこれで映画的には素晴らしいと思ううん、最後はっきりしてなくてもいいんですけどまあねあの子供の証言のあとトーンが下がったっていうのは正直な気持ちなんだけどで、じゃあ 僕は誰がやったか自殺なのか他殺なのか他殺だったら誰がやったのか予想というか予想というか自分の解釈自分の解釈ではどうだったかこれはまあね殺すつもりはなかったんだけどもしかしたら痛い目合わねえかなと思って少年がやりましたね。なぜかというとう 僕の予想,予想というかあれだと最初にこうワンちゃんにこうと遊ぶボールが階段からトン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 と怒っこってきてあのワンちゃんが食わえるんですよねでまあ階段も登っていくんですけどあのボールを同じようにあの旦那その旦那さんに。 やったんじゃないか子供がで偶然的にあんな欠陥になってしまったというあとそのもう一つもう一つ少年じゃないかなと思ったのは息子じゃないかなと思ったのは息子がどれくらい目が見えてるのかってはっきりさせてないんですよね。 ね、あのその薬をこうやって見るシーンはあったんだけど他はその、ね、2階とか3階みたいなところをこうなんか伝って歩ってるシーンとかもういろいろあるわけですよ犬にボール投げてるとかいろいろ投げてるシーンとかあのシーンっていや見えてんじゃないのってまあちょっとある事故で見えなくなった時は見えなかったかもしれないんだけどどんどんこう今結構見えてんじゃないかなと。 だそこをはっきりしてないんであもしかしたら息子が殺すまではいかないけどちょっとそのやってみたみたいなだって犬にもさ薬飲ますのよねえ試しでもやらないじゃないああいうのってその残酷性もあるわけねうんそして一番のあれは やっぱり証言がもう完全に嘘だよあれはだから少年がやったんじゃないかなと思いました、えー、皆さんもねこれはねちょっと見て友達と話すのはいいかもしれません。あといろんな考察もあるんでもうこれ撮った後はちょっと他の方の YouTube のね考察もちょっと見てみようかと思うんですけどまあねあのー、そういうので楽しめるめちゃめちゃ楽しめます。 めめめちゃめちゃゃ楽します。ま,あ、まずはあの東京ミルク放送局さんであのコラボして撮った感想会を見ていただきたりするといいかもしれませんねえー、久しぶりにねー見応えがあるというか何だろうなー、まあ、日から三に変わるみたいな映画はない,なないからなーいやーめちゃめちゃ楽しかった映画映画を見るっていう映画見てその友達と喋って。 でいろいろこう楽しくなってくるってのを存分に味わわせてくれた、えー、映画でした、えー。これからもいろいろ映画紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえ